皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、5月21日、19時54分、本日の野球の結果がですね、途中経過ですけども、今ソフトバンクは20対0で楽天さんに勝ってるんですけども、これは甚だ遺憾ですね。1998年ぐらいに、本名ではないと思うんですけども、ジャック・マーと呼ばれてた方、私は会ってます。話しています。神戸市立ホテルフルスラーパークで。で、その当時から自然再生可能エネルギーの、投資が必要だという話になっています。で、ソフトバンクグループというグループは巨大なグループで、まあ中国系でもあります。で、資本が、大変大きなものでありますから、大量の自然再生可能エネルギーへの投資ができるんですよ。そこは絶対リターンがある。だから、ドームを建てましただとか、自然再生可能エネルギーがだとか、そういうことで、勝つんだったら、それは我がの金稼ぎだけだったと。そういうことになってしまうんですよ。で、ソフトバンクさんに関して、孫正義さんが、サウジアラビアとの太陽光パネルの件だとか、そういったことに関わっていたり、事業関係だとか、そういったところに関しても、私の方からもう1998年の頃に促してるんですよ。もう今、うんっていう孫正義さんの声が返ってきています。電波の方ですけども。で、それも白状した映像一回流れてるんですよ。テレビで。じゃあ、ホームページ淡井圭介のニキニキ記載してるように、ルール守らなきゃならない。優勝回数の数、最下位の数。最下位の数に関してはもう去年巨人が潔が悪いっていうことがバレてます。だから、その辺のところは、まず優勝回数をしっかり揃えるところ、もうこれホームページ、淡井圭介の履歴で今日の、メジャーリーグのね、試合が終わった、時間帯14時から18時までの間に、更新しておこうとしたんですけども、その時も全然書き込めなくて、メジャーリーグの、昨年の出た結果と、日本のリーグの昨年の、出た結果、それが文章を一番にその件を書き始めて、やっと書き込めるようになったんですよ。で、ソフトバンクという会社は、コンピューター系でしょ。っていうことは、もともと王貞治さん、巨人、首都、東京、オリンピック、東京基金の条例を作ったのは東京都議会。2006年にできてます。で、石原慎太郎さんが、もともと神戸市出身だということになってますけども、まあそれが事実だったとしましょう。じゃあ神戸で何が起きていたかって言ったら、阪神淡路大震災が1995年にありましたよね。で、町づくり課の出身の笹山という男は神戸市長になったんです。その時、そのなる前は、笹山市という市はなかった。三田市の上に。神戸市の上に三田市があって、その上に笹山市がなかったんです。軍と軍をくっつけて強引に笹山市にしたんです。で、何をしていたか、その男は。町づくり課の出身の笹山市長は、ウイングスタジアム神戸を作っていた。FIFA があったから、2002年。世界と関わったから、向こうの方が立場が上だから、ああいう風に言われています。こういう風に言われています。これを盾にして、これを盾というか理由にしてる。理由にして、我がの金稼ぎに走っていた。票集め。これが笹山市長の正体。神戸市長。違うんだったら、淡井圭介が住んでいた東山コープを、もっと早い段階に建物解体してます。はっきり言います。ソフトバンクさんの知ること同じなんです。残念ながら。この20対0という得点は、淡井圭介の意見を完全にないがしろにしていて、昨年もこれ言ってるんですよ。以前も。で、プロ野球の今までの順位、ホームページ淡井圭介の意見の102番を見ましょう。そしたら今までの、順位が出てます。はい。ね、東北楽天イーグルスさん。東日本大震災を理由に、日本一1回になっただけですよ。ね、話めちゃくちゃでしょ。だからまあ、西武ライオンさんに厳しいこと言ってますけども、もともとリーグ優勝の数23回なんですよ。で、日本一の数13回で稼ぎまくってたんですよ。で、A クラスだって50回。ね、戦後から見て。もうこれはしょうがない。で、ソフトバンクホークスさんも優勝19回もしてるんですよ。日本一11回も。阪神タイガース2回ですよ。昨年あんなに私が頑張って。
その辺のところで男の進化が問われる。今男性に向けて言ってます。スポーツ業界の全男性、世界中のね、自分たちが自分から頭の中を差し出したりとか してでも相手勝たせてあげるっていうことなぜできないんです。国連という輪なんてそういうことなんですよ。はっきり言って何かあったら助けに行くでしょ。助けに行かなくなったらどうするんです。国連が災害救助とかでもことの大小とかあります。その災害規模に合わせて稼働させる人員だとか言語が違うから行けないだとか行ってもどうこうっていうのもあります。これは事実として。だけどもこういうところはきっちりとしないと。これ二股じゃないですよ。東北楽天イーグルさんと千葉ロッテマリーンズさんが優勝しなきゃ、もう今どちらしかな、どちらかしかないって言ってるんだから、それに合わせてパリーグはなぜ動かないんです。ね。天の神様への安全のお祈りをしていて、今、なんとか起こるのをこらえてるんですよ。デッドボールとか発生したら困るから。ね。なぜ話を逆にするんです。言ったじゃないですか。東北さんの、楽天さんの携帯電話に関しては、ガラパゴス携帯が使えなくなると。そういう話が一時期あったでしょう。で、実際そうなったとテレビで放送されています。で、それに合わせて老人の人が、これはもう扱えないと。普通のスマートフォンとか難しすぎてと。だからそういう事業に乗り出したんですよ。だからあんまり他の話を混ぜ込むとややこしいですから、野球界は野球界で潔のいいところを見せましょうよ。これも見た、今年もう東北楽天イーグルスさんでしょ。で、優勝。まあ、あとは千葉ロッテマリーンズさんかのどちらか1位にここで決めていれば、完全にもうややこしくなくなるじゃないですか。なぜそういう男らしさがないんですソフトバンクさん。投資で金稼ぎさせてあげてるじゃないですか。私が言ったんでしょ？ねえ。これもう大事件ですよ。フェイクニュースでテレビで嘘を放送して。本当の話、ソフトバンクの孫正義さんのその謝罪してる、その内容、言ってることがバラバラ。っていうことはテレビのフェイクニュースを使って、ソフトバンクは巨額の赤字だっていうことを風潮して、自然再生可能エネルギーに大量のお金を投資して稼いでいたっていうことになってしまうんですから。稼げるに決まってるじゃないですか。エネルギー絶対いるんですから。元々の会社の規模がものすごく大きいですから、動かせるお金が大きかった。でしょ？それともアーム社の件ですか？それも自然再生可能エネルギーの話とか、エネルギーの残存量問題の話で1998年も話決まってます、世界中で。その中に私もいました。それ人権の部分があるからですよ。黒人初の大統領オバマさんの話だとか、世界中の首脳の人たちが首脳会談開いてくれたりしてるじゃないですか。実は本当に昔戦争あったんですから。まあもう今日は、はっきりと阪神タイガースなんか書いてないですよ。阪神タイガース点取られて、ね、先ほどまでの結果だったら、0対5だったと思いますね。最近の、3日前の睡眠時間、私5時間、その次の日も5時間ぐらい、今日6時間、寝たかな、どうかな、それぐらいかなっていうところ。去年、阪神タイガースが優勝した限り、それはもう死力を尽くすような、そう、試合でしたよ。足の爪の形の変形してるところとかの映像見ました？スポーツ選手の人たち。ほんと根性ないですね。男のくせに。再生回数見たらわかるんですから。これでも僕は敬語使わなきゃならない。違うよ。法廷だったら裁判官が原告の人に、もう原告の私が申し出て怒っていいですかって言ったら怒っていいですってはっきり言ってます。当たり前ですよ。被害者なんだから。正当防衛ができなくなるじゃないですか。そこまで言論の自由がなくなったら世の中めちゃくちゃになりますよ。こういう横暴な社会になる。もともとの巨人のこの優勝回数。見てください。優勝38回、日本シリーズ、日本一の数22回ですよ。どれだけめちゃくちゃな時代だったかわかるでしょう。もうこれ叱られる順番。次西武ライオンズ、その次ソフトバンク。優勝、日本一の数多いの。
オリックスバファローズさんのところもこれも数字難しくて、もう名称がオリックスバファローズだから、オリックスの時の優勝回数とバファローズの近鉄バファローズの頃の優勝回数両方足してるんですよ。まあ、日本一の数で見たらそれでも5回でしょう。で、日本ハムファイターズの優勝が7回で、日本一が3のところは、まあ、現状を考えると、他の、まあ、なかなか優勝をさせてもらえなかった球団の方たちの立場からしたら、まあ、普通だなと。ただし、ドーム、2つ目、余計なものを作ってしまったと。これもすでに許せる範囲ではなくなってると。アメリカ見たらわかるでしょ？ヤンキース、金融街、そこ、経済。大江真理子、ワールドビジネスサテライト、経済番組、福岡、出身、ソフトバンクホークス、話全部繋がってくる。もう話めちゃくちゃです。で、淡井圭介を入院させ、自由に物を言えなくした、警察官の中に悪党側の金で動いてた人間何人いたんです。すぐに精神病院気にさせようって言い出す人間。それで仕事した気になってたんですよ。相手の事情聞いてあげないと。タイムカード押した後でも。当たり前じゃない。公務員の人は簡単にお金稼げるからこんなめちゃくちゃ世の中になったんじゃ、なったんじゃないですか。街づくり課の人間なんで捕まらないの？みんなの税金で野球界もスタジアム作ったんだよ。鉄道敷いたの？みんなの労働力、奴隷みたいな人のような立場で働かされて、最低賃金法とか、その通り支払ってたかどうか、祝日法、僕が支払えてませんよ。裁判所まで、証拠まで持っていかなかったら、ここ近年でもこんなにむちゃくちゃな世の中なんですよ。阪神・淡路大震災の被災者利用して、家屋全壊の人間の。どれだけ恥ずかしい言い方してるんです。これこういう言い方でね、怒鳴ってないだけ、これ怒鳴ったら怒鳴ったで精神病院気にさせてたんですよ。ハリキューマッサージ屋、もともとスポーツ業界の人間、大抵のところはそうですよ。いらんって言ってるじゃない、オリンピック開催だって。世界中の政府上層部がさっと動いたらいいじゃない。なぜそういう人たちが年収何千万も稼げるの、国からの税金で。政党交付金、野村県議、私から言って、裁判所で、全部、逐一全部領収書出しなさいって裁判になったじゃない。自民党も同じよ、そんなもの。何回テレビで同じニュース放送してんの。これ怒ってるんじゃなくて、叱るべき人間が叱らなかったら、誰も叱る人間いなくなって、世の中めちゃくちゃになりっぱなしになるんです。もうなった後なんです。いいですか？本当の人口の話。もう分かったでしょ？ 4000 万人いるかどうかですよ。高校の数、定時制の高校合わせても、今5000校あるかどうか。すごい勢いで少子化しますよ。エネルギーの残存量問題が解決できないから、精神を生産されなくなる薬飲ませて、俺たちの金稼ぎの邪魔した。は？は？世界中の政府上層部と話しつけてきた人間と、なぜその辺のハリキューマッサージ屋の人間とかが同格になんねん。ちゃんと法律見てみなさい。各都道府県知事が大臣クラスで、淡井圭介が国会で大臣クラスでいいって、歴代の総理とか他の他の大臣から認められてるんですよ。各都道府県知事が、兵庫県の県警本部だったら県警本部長に指令を出せるんです。その同格者ですよ。その人間を、正しいこと言ってたら精神病院に次々と隠蔽で精神病院に入院させていた。テレビに向かって怒ったから、聞こえるんだからそう怒るに決まってるじゃないですか。怒らすようなこと知るんだから。ずっと。しかも再放送まで利用して。で、自分たちの都合の悪いことは聞こえないようになってるんですよ。テレビ出てる人たちは。喋ってる声全部聞こえたらいいじゃない、淡井圭介の声だけ。頭の中とかで考えた内容とか一切伝わらないようにして。その方がはっきりするじゃない。証拠にもなるし。これもう証拠よ。
優勝回数。どれだけひどい力の搾取がコンピューターを使って電波を使って行われていたかわかるでしょ。あと社会的地位と法律。法の悪用。で、今、次回貼られてる、ビーっていうわずかな音も聞かされてます。これが権力の世界なんですよ。で、途中からはその権力の世界じゃなくなって、コンピューターが人間を支配する世界に変わってしまってる。君が入院やっていう声を今聞かされてるんですけども、小さな声でね。そんなの私からしたら、検察庁機能で、裁判官の機能で、裁判所の機能。証言が出てきてるだけですよ。僕は本当に入院しなきゃならない？違うでしょ？入院、淡井圭介を入院させようとしていた人間と、警察官としてすぐに誰でも彼でも人を入院させていた人間を法廷に立たせないで、理由を述べさせないで、そういった人間をまず捕まらなきゃならないんですよ。警察官が、本当に。で、多くの警察官の人たちはその件のこと知ってるんですよ。ちゃんと僕のことを覚えてくれてる人はね。で、多分、淡井圭介側の警察官の人の方が多いと思います。こんな世の中作ってたら、絶対滅びますよ。本当に。すごい勢いで少子化進んでますから。韓国5000何百万人いるわけないでしょ。九州、台湾、1000万人いないんですよ、本当の人口。全然いませんよ、人。僕は二十歳過ぎの頃ですよ。沖縄友達とオートバイに乗って行ったの。帰り九州に寄ったって言ったじゃない。高速道路走ったって昼間に走ってたって言ったじゃない。対向車なかなか現れなかったんですよ。前に走ってる車なんかなかなかいなかったんですよ。これは建設業界。道路族。田中真紀子のお父さん。田中角栄さん。さあ僕は未来からの時間軸でテレビの放送を見た時に日中友好関係の話でね、未来で日本と中国は、仲良くしますっていうことはない限りそれ聞いてるんですよ。僕は生まれる前のことだったから先に結果は出てるんですけど、未来からの時間軸の声を聞くことによってその人は安心できるんですよ、交渉するときに。だけどもその人は道路を作りっぱなしの社会を作ってしまった。業務がいっぱいあって忙しかったのかもしれない。それは事実としてあると思います。総理になったら。だけども、そんなことしてたんだったら第二次世界大戦とかの意味全然分かってないじゃないっていうことになるんですよ。原油とかを残しておかなかったら、物資の供給ができなくなって、スーパーマーケットに食料が並ばなくなって、餓死するんですよ、多くの人が。第二次世界大戦終わった後餓死した人いっぱいいるんです、日本人の人も。それをゴジラマイナスワンで描いてるんです。で、まあゴジラの、口から出す光線を原爆に見立ててるんです。で、父親を亡くした子供を連れた女性と、その、子供を一時的に、拾ってた男性だとか、で、その人が特攻を仕掛けに行くとゴジラに向かって、第二次世界大戦描いてるんですよ。なぜアカデミー賞が、ゴジラマイナスワンと、君はどう生きるかっていう内容のスタジオジブリさん、宮崎駿監督という、まあ、今もう監督じゃないですけども、スタジオジブリさんの方で作っていただいた題名は私の方が提案してます。エネルギーの残存量問題で各自がどう生きていくかっていうことをはっきりと、もう方向性は出てるんだから。その通りするしかないなんです。ね。で、これ、顔見てどう思います？最初の撮影し始めたことを比べて。これが心の声の世界。卑怯なことしてる人間ばっかりいるんですよ。私に責任なすりつけて。ずーっと私を精神病院に9回も入院させて。1回の入院が3ヶ月近くですよ。そう、これほどこの社会はもうむちゃくちゃなんですよ。医療業界が靴ばかりだったから生物兵器のコロナウイルス作った。これは本当の話ですよ。何回かテレビでインフルエンザ医療業界が作ってるって放送しますよ。昔ね。
今年の優勝は横浜 DeNA さん。まあ、YK 助さんにいちいち毎日何か言われなかったとしても、何かしなかったとしてもそうなるようにしてください。そうじゃなかったらコンピューターの意味がわからない。ね、リーグ優勝、横浜ベイスターズさん、まあ、DeNA さんですけども、以前の名称がそうだったから、そういう分もあります。リーグ優勝5回しかない。阪神タイガースはリーグ優勝6回戦後で数えてですよ。で、日本一の回数も、横浜ベイスターズさんは2回してます。で、クライマックスシリーズは1回優勝してます。阪神タイガースもクライマックスシリーズ1回優勝。日本一は去年で2回目。戦後。で、最下位はお互い最多。もう答え出てるんですよ。ずっと横浜ベイスターズさんじゃないですか、今年。正直言いますよ、今日。阪神タイガースが土台になったらいいと。その分、横浜ベイスターズさんが DeNA さんが勝ったらいいと。思いましたよ。思いましたし、ホームページ IKスケの野球の一番に書いてる文章を読みましたかっていうことなんですよ。だからゴジラマイナスワンも、君はどう生きるかについては私はまだ見てないから何とも言えないんですけども、ゴジラマイナスワンについても、昨日、0時00が近づいていたのでね、その遊んではならないルールとかを気にしてましたから。だから最後の方の10分間見れなかったんですよ。続きは今日、見ようとは思ってますけども、答えも出たわけじゃないですか。何のための電波だったんですか、コンピューターの自動化。それを利用して、我がの金稼ぎをしたかった人たち、大きい家買ってるかどうかで分かりますよ。高級車買ってるかどうかで、良い人か悪い人か。簡単答え。富の分配しないで、食事法とか守らないで、人材派遣会社雇って、給料、賞与、ボーナスをしっかりと払わないで、住宅扶養、住宅手当、扶養手当、払ってあげないで、自分たちだけ、年収、400万以上、500万以上稼いでいた。なんで偉いねん、そんな人間が。ここ来て言える？僕と生中継で放送しながら。こっちの言ってきた話全部本当ですよ。で、もう、まあ、まあ、広島東洋カープさん、新井監督ですし、まあ、状況分かってるから、まあ、まあ、その、横浜 DeNA さんの優勝、協力してくれるとは思ってるんですけども、リーグ優勝の数、阪神タイガースが多いんです。9回、日本一3回。クライマックスシリーズ2回優勝してます。で、最下位は実は10回しかありません。中日ドラゴンさんもリーグ優勝実は9回してるんですよ。で、日本一が2回、クライマックスシリーズ3回優勝してます。で、だから、そのリーグ優勝以外に、クライマックスシリーズで優勝して、まあ、まあ、日本シリーズに出てる部分とかもありますし、まあ、最下位も11回だけで、まあ、だいぶ、まあ、両球団もそうなんですけども、ヤクルトスワローズ、さんもリーグ優勝9回で日本一6回でクライマックスシリーズ3回で交流戦2回ね、おかしいでしょ。別に東京であのヤクルトスワローズが土台になってジャイアンツが勝ってたわけじゃないんですよ。最初の頃どうだ、1997年までのデータ見たら分かりますよ。違う他球団、阪神タイガースとか中日ドラゴンズとか広島東洋カープとか、それプラスヤクルトスワローズさんとかが土台になって、読売ジャイアンツだけはずっと優勝してた。本当にずっと。9年連続日本一。よっぽど卑怯なルール使わなかったらそんな話にならない。ひどい力の搾取。ね？東京にそういう人たちが集まってるから、東京都議会で東京オリンピックに関する基金の条例作ってしまったんですよ、2006年。事件ずっと続いてますよ。これぐらいはっきり言われなかったら、
自分で調べて見もしないんでしょ。閲覧者数見たら分かりますか、僕のホームページ。1日の多い時で60人、1ヶ月にそういう日があるの1回ぐらい、1日ぐらい、他の日少ない時6人だけです。そんな状態で真面目に生きていけるか、無理ですよ。我がの金稼ぎのことしか考えれない人間になるから、勝つことばっかり考えて。はっきり言います、人として終わってます。ああ、また同じ人間や、うるさいなっていう声。そいつ一体どこの誰やねん、名前言えよ。名前と住所、電話番号。けど、もしかしてその声が電波を当てられて、無理やりその夜中とか起こされていたりだとか、朝起こされたりしてる人のその助けてくれの声だったと思ったら、これも感情は逆になりますね。もう今悲しい感情になってます。こんなもちゃくちゃな社会作っておいて、裁判所一体何してるんです。本当に国連も、もう一度言いますよ、なぜ今年今ヤンキースが1位になってるんです。金融街、スタジアムの建設費用1ドル100円ぐらいで1500億円ぐらいか、もうちょっと高かったと思います。土地代が高いですから。土地代が上がったら建物を高くしてエネルギーをたくさん消費する社会が出来上がるから、ダメですって言ってるじゃない。土地代下げないと、正体国、税金集め。建物の高さが下がっていかなきゃおかしいのに、エネルギーの残存量問題分かったはずなんですから。ねえ、だからもう経済界が一番悪いんですって。で、その大稼ぎをした人たちが、なぜね、例えば僕の特許申請料に関して、僕は一旦立て替えてあげるよとか、我々でお金集めてきたからとか言って、なぜ誰も出してくれないんです ?26 年前にそれ知ったら、ああ、阪神・淡路大震災の淡井圭介は経済的に助かってますよね。で、エネルギーの残存量問題もかなりの部分でマシにはなってる。もう今頃世界中に配備されてるでしょうから、河川水門開始玉発電、あと薪ストーブとかかまど発電。本当に本日書いてるホームページ淡井圭介の日記の一番の、まず文章よ、もう文章読むぐらいだったら5分もあれば読みますから、それ見て、あとはこの動画とか閲覧して、本当にゴジラマイナスワンとかちゃんと本当に見た方がいいです。まあ、宮崎駿監督系のそのスタジオジブリさんの君はどう生きるかに関しての内容についてはまだ見てないですから、なんとも言いませんけども。だからゴジラ関係に関しても、その心当たりがあるようなそういう風な内容っていうのはもう明確に言ってたことありました。もう二十歳ぐらいの頃からですよ。ゴジラの発光線を原爆に見立てたらいいって。だから誰かが特攻仕掛けてゴジラを倒すっていう、ただしそこは最後脱出装置つけといてあげましょう。最後その特攻で命を落とした人、かわいすぎるでしょ。もうこれ以上むちゃくちゃな社会いらないでしょ。昨日、ヴィッセル神戸の試合に関しては、昨日じゃない、土曜日かな、土曜日。土曜日のそのヴィッセル神戸の試合に関しては、もう僕は心の中でも負けてもいいと思ってました。これはもうシーズン始まる前から言ってます。2年連続の優勝はないと。何のために法の下に平等っていうことを言ってるのか、これは全くわからなくなる。
2年連続兵庫県のチームが優勝してしまったら。ね、もう優勝回数見たら、もう阪神タイガースと横浜 DeNA さんが、控えめというよりも、もう虐待に近いような状態にされたんですよ。だから、まあ、何回も言いますけど、阪神タイガースのその、最下位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 、5位、最下位。これをもう1サイクルで2サイクルされてるんですよ。6球団でしょ。で、ホンダの2サイクルエンジン。何言ってんの？ホンダの責任じゃない。なんで私たちの責任になってるの？これだけ罹患の刑になりますよ。日本国内の。でしょ？もう野球界でもちゃんと優勝回数とか出ていて、淡井圭介さんに言われてるんだから、その通りしないと。パ・リーグも。ということです。今日もね、歩いていたら、女性2名がね、お前よけ得、点数取ってるわっていうことを、まあ、笑いながら言うんですよね。髪の毛染めてる女2名。これが買い物行く時の日々の僕の人生ですよ。これどれだけ悔しい思いしてるか分かります？これだけ世界中の人に訴えて、多くの人に理解してもらえたんですよ。アカデミー賞取ったじゃない、ゴジラマイナスワン。君の名もですよ。君はどう生きるか。もう。いや、もう今はもうその話。そこワンセット。エネルギーの残存量問題と、戦争の話と、資源の奪い合いで、もう第一次世界大戦からそうだったんだから。それで戦争してしまってるんだから。で、ハリウッドとかね、世界中の人が認めてくれて、両方ともアカデミー賞を取って、オスカー賞も、君はどう生きるかについては取ってるんですよ。まあ、視覚効果賞に関しては、ゴジラの方で、取らせていただいて。そういう部分はアメリカの人たちは協力してくれてるんですよ。もう昔からの話がありますから。アメリカのハリウッド業界の方たちで、淡井圭介知らない人って、もう姉妹の人たちぐらいなんじゃないですか。それがすぐに忘れる人、自分のことしか考えれなくなって。だから皆さんでね、そのホームページ、淡井圭介の日記の一番で記載した内容を、しっかりと読んでください。それとね、これね、毎回テレビ見ていて思うんですけども、柳田選手、解説席の人間、アナウンサーとかがギータと呼んで、なぜヒット打ってるんです？ギータじゃ当たらないでしょ？あだ名っていう言葉どう思います？あだ、うちのあだ？悪いことを解説席で言ったからヒットを打てる。めちゃくちゃじゃない。もう野球じゃなくなってるじゃない。もう一回それ自分で見て自分から言った方がいい。柳田選手の方がもう二度とギータと呼ばないでくださいって、これは昔ありませんでしたっけ、そういう話。ありましたよね。でしょ？でしょ？それでも放送したがるっていうことは、だからテレビ局もお金動いてるから、アナウンサーってスポーツ業界に、まあテレビ局のスポーツアナウンサーでしょ？これ何回も指摘されてるんですよ。だからそれをしちゃダメだよっていうことを淡井圭介に言われてるのに、言ってるアナウンサー、一回本当に調べた方がいい。お金の流れ。年収400万円以上の人間から怪しい。外を歩いてる、老人女性の声、電波かもしれないけども、もうかかってきたとか、なんかそういう声が聞こえてるんですけども、多分悪いことして稼いでる人間。わかるから。もうあとはその人の名前と住所、電話番号がバレたらもうしまいや。こんな大きな事件。動いてる金額は尋常じゃないから。あとしてることはもうむちゃくちゃすぎる。ここにね、いろいろ書いておきましたから、今日の状況。もちろん今日もまだ遊んでませんけども、ゴジラマイナスワンを見ることに関して、これ僕は遊んでたことになるんですか？僕はお金払ってるんですよ。アマゾンプライムビデオに。
で、5じゃマイナス1からお金なんかもらってないんですよ、まだ。どう思います皆さん、この話聞いて。いや、もう今日は横浜 DeNA さん、まあ、しっかりと勝ってもらわなきゃならない。今日じゃなくて、その、今シーズンの優勝、リーグ優勝。で、そのまま、日本シリーズ。あとはパリーグは、どれだけ協調性があるかっていうところを、男気があるのかっていうところを、発揮できているのか、それを見なきゃなんない。でも、これは結果で見なきゃなんない。それで、まだソフトバンクが勝ってるようだったら、これもコンピューターを使っての、法の悪用。で、多分もうそれ法律じゃないと思います。完全に。で、淡井圭介のその精神病院に入院させた件で、それを、裁判所で正そうとしてくれてる人間なんか今一人もいないでしょ。この間、神戸地裁のその、黒い服を着ていた人間の、正直な話はええからって言ってこう、追い返してきた人間。そいつ、スポーツ関係のアナウンサーでしょ。で、警察官してました。警察してました。今までのこと全部バレたら、多分その人間も終わり。だから黒着てる。普段から。もうその人名前なんて言うの？世間にも全部公開しましょうよ。本当のこと。どんなこと言ってきて、テレビ出て稼いでいたか、年収どれぐらい稼いでいたか。僕、もう今年47歳ですよ。人生めちゃくちゃ。で、精神を精査されなくなる薬飲まされた人から生まれてくる奇形児の確率、障害児の人たちの確率、どれぐらいパーセンテージ変わるんです？これ本題。そういう風な施設がこの辺に何箇所かあったから。今もあります。あるところは。っていうことは医療業界が山の中に連れてきて、山の中の精神病院に入院させて、精神を生産されなくなる薬飲ませて、で、お金すっからかんにさせて、家賃の安いボロボロの家に引っ越しさせて、もうひどいのはグループホームとかありますよ。共同で生活させられるんです。精神病院に入れられた人間同士。入れ墨入れてる人間とか結構います。で、そこのね、北新ビルの、区役所の出張所のあるところの、まあ、外科。あのもう総合病院じゃなかったオペするところのような、その骨折とかのオペするようなところが大きな病院しかないから、あのところに行かなんかあること自体がおかしいんですけども、そこでピアス受付の看板、昔も見ましたよ、僕は二十歳ぐらいの頃。違法行為。自傷行為と全然変わらないから。か、加害行為。で、僕は正当防衛で、あんな原因の前まで絡んできた、あれも整骨院の人間に、最初、普通の声で言ったんですよ。で、その後、どうせ聞こえへんだろうから大きな声で言ったんですよ。奥の方にいる人間まで聞こえるように。精神病院入れられたんですよ。もうずっと絡んできた人間の方が、ずっと金稼ぎしてきて、大金稼いできた人間が、交代交代変わるがあるに、淡井圭介に喧嘩売りに来る。それでもっともっと金稼ぎしようとしていた。こんだけ何千人何万人もいれば、たまに行くだけでいいと。横通り過ぎるだけであいつはきっと腹立つよって、1円も払ってもらってはないからって。これがこの事件の真実よ。それどころか、最初の人材派遣会社のホテルマンの仕事もあれおかしい。休憩時間30分しかなかったから、歯磨きができない。だから、一つの一区間の駅の間に、歯医者が10件以上もできていた。虫歯なるから。昼ご飯食べた後歯磨かなかったら。簡単答え。だこの件本当に徹底的に捜査した方がいい。異常すぎる、この辺の地域。だからペットショップのその、医療病院が、ペットの医療病院が、一つの駅の区間に4つもある。もう他にもいっぱいある。内科もそうだし、内科も10件以上。髪の毛切るところも10件以上。絶対おかしい。こんな山の中で。
とんでもなくおかしな連中がこの辺りでだいぶグループ化してるんでしょうね。ちょっとプロ野球の中継今見てみますね。途中経過どうなってるのか。一応ある程度の声の大きさではその表現しなかったらどういうふうな感情になってるのかっていう感情表現はできないから、そんなね、ある程度の表情とかある程度の言い方で言うしかないから、もう映しますね。もともとねこういうみんな無料で見れるものですしね、20対0ですよ。これ点数逆じゃなかったら絶対おかしいですよ。で、まあさっきまで、ね、まあロッテさんが5対0で西武ライオンズさんにリードしてたんですけども、僕は本当のことを言い始めた。西武ライオンズさんが点取り始めたんですよ。これ隠蔽型ですよ。点数の取り方、点数の入り方見たら分かるじゃないって。横浜 DeNA さんが点数取ってるのも分かるんですよ。さっきの優勝の回数見せたから。ね。これで点数が加算されてるのは本当のことを僕は指摘してるから、これでどこが優勝するのかのところとかもはっきりしてるから、これはもう話が分かりやすい。だけども、横浜 DeNA さんが得点したら、西武ライオンズさんも得点できた？おかしいでしょ。だからロッテとか楽天さん相手にするときに自分たちの頭を差し出す格好がパリーグの4球団には必要になるんですよ。でそれを今さっき、オリックスバファローズの岡島監督はバカっていう言葉で電波で聞こえてきたんですけども、それはおかしいでしょ。なんで僕は睡眠不足にさせられなきゃならなかったんです。全部言ってること正しいですよ。だからね、だから一時期、もうずいぶん昔の話になるんですけども、まあ別にそのバンドのグループの人たちのことがね、まあ、喧嘩売ってこられた話別ですけども、世界の終わりっていうバンドがあったでしょ。で、正義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 っていうその言葉を並べていったときに、犠牲って読める部分が結構出てくるじゃないですか。だからそれをおかしにしていて、なんだこのバンドはと。住んでるとこどこやねんみたいな話になるわけじゃないですか。こういうスポーツ業界のお金の動き方とか全部あったら、それ分かっていてあなたたちテレビ出たんでしょって、もうその話されてるんだから、他の人たちが知るところもこっちで見てます、テレビの映像で。でもそんなこといちいち撮影していて記録なんかできない。1テラバイト超えてしまうでしょうから、もう一人一人全員、もう出てきた音楽関係者の人間全員、で、もう他の、バラエティ番組からもう全員、もう絶対無理そんなの一人で。もう二、三日合併して夜中と明け方の番組なくしたらいいの。本当にテレビ局。有料番組だってこれだけできたんだから。もう余計な出費ばっかり。以上です。まあまあ、僕のこの話を聞いて、気が晴れた人と、まあ、聞いていられなくなった人と、まあ、二手に分かれると思うんですけども、まあ、あとはどうでもいい方と、まあ、そういった人たちもいらっしゃる中で、長い間、ご視聴ありがとうございました。長い間ご清聴ありがとうございました。これはこの世の中の真実で、まあ僕だけじゃなくてね、多くの人間が立ち向かっていかなければ、確実に滅びる社会で、その話は僕は二十歳の頃にもうしてるんです。まあこういうふうな重要な話は他の人はしませんので、まあ、皆さんぜひチャンネル登録と着信通知の設定と、淡井さんの動画本当に見た方がいいよっていうことをお伝えしていただけますでしょうか。
まあ、この辺りに無理やり仕事ができたとかじゃなくて、何らかのお金稼ぎの仕方をしていて、一軒家を建てたい人たちがいっぱいいるんでしょうね。だその人たちとかとどう組んでいた。だこのややこしい世界っていうのは、この辺りの地域もそうですけども、本当に東京とか大阪府っていうところを、あと愛知県、神奈川県、人口の多いところ、そういうところを正常化させなければならない。まあ、福岡県も人口、多いですからね。福岡市。神戸市と同じぐらいですから、神戸市ももともと大変でしたよ。エロ業界蔓延してましたから。だからそういうところを、だいぶ潰してるはずなんですけど、建物が高くなってるから、やっぱりそういうところで人口少なくなっていってるから絶対建物が低くなっていかないとおかしいんですよ。やっぱりそういう業界の連中まだ生き残ってるんじゃないかと。だからそういうところの口座とか安倍政権の時にしっかりと差し押さえて、だから2016年ずっと借金が増えていってたのに2016年まで、2016年に借金がガクッと減ったでしょ。あんな現象もともとあるわけないですよ。とんでもない訴訟とかの差し押さえしなかったら。基本的には借金増えていく構図になってますから。だって家のローン、先に組むわけでしょ。先に借金ができるでしょ。それと国って全く同じなんですよ。第二次世界大戦があった後、絶対無理。どこの国も経済つながってますから。だからスポーツ振興法はいらないのと、経済原理で、まあ、スポーツ業界どこが生き残っていくのか、要するに会社が残っていくのかっていう話になるんですよ。まあ、だから会社から変な売り上げの出し方して、そのオリンピックを開いていたっていうこと自体がエネルギー残存量問題を完全に無視して、そのお金の回し合いを行うっていうことがいかにどれだけひどいことかっていうことはよく分かったと思います。皆さん聞いていていただいて、9600億円以上税金使われたの、東京オリンピックで。政党交付金に関して、その政治からの献金、なぜ一部そう認められているような発言をされてしまうのかっていうと、その国会議員の人間が会社の役員になったりしてしまってるから、それをやめたいんですよ。簡単じゃないですか。だから野々村県議の時にはっきりしたんですよ。領収書全部出さなきゃ無理よって。まあ、何のためにあの国会中継昨日も開いていたのか、同じ内容だったと思うんですけども、以前見た内容と。で、こういうふうな動画を世間に公開させるために、こうテレビで放送しているのか、まあ、結局同じニュースを夜も放送していて、まあもう不思議極まりないですね。そのまま普通の会社とか、納税するときに A 票 B 票を記載してたら分かることじゃないですか。領収書とかいるとか、まあ、ある程度手書きの部分とか、そういった形をされている人たちもいます。記録つけるような形で、まあ、職業的に例えば八百屋さんの今、まあ、さっき電波でバカっていう声が聞こえてきたんですけども、それ本当にそうで、八百屋さんとかね、一つ一つレジじゃない世界、もう僕も神戸市兵庫区東山町生まれですから、家の近くにマルシン市場とか港川商店街とか東山商店街があったから分かるんですよ。昔はこう上にね、こう、上から紐で吊るしてある、こう、ザルみたいなところがあって、そこに、こう、まあ、小銭とかを入れていて、そこをね、利用して、こう、パッとお金の受け渡しをしていた。だから、大雑把なメモで、その、仕入れ額がどれぐらいいいとかで、まあ、領収書があったりなかったりは、これは正直あると思いますよ。何かこう、うっかりとかでね、なくしてしまっただとか。だからある程度の部分とかではそれはもう一般業の人たちは認めてあげなかったら、その公務員の人たちとの、その確実にもらえるお金、賞与がついてくるとか、従業手当、扶養手当があるとか、そんな社会、一般社会のその個人事業者の人たちなんか全然ないですから、厚生年金とか、自分たち売り上げ上げて、たくさん年金かけといてください、世の世界ですから、もう絶対、生活に差が出てくるのは当たり前のことであって。だからそういう人たちのことを、まあ僕も含めてそういう立場のような人間ですから、
ないがしろにするような社会、何のために黒人初の大統領オバマさんができたのか、もう分かんないじゃないですか。僕は人権作文読んだんですよ。神戸市立ホテルフルツラーパークで、1998年。その時の世界上層部の人たちとか、その後世界の上層部に上がってくる人たちの前で読んでます。あの汚い書き方の文章が悲しい気持ちになって中学生の子が書いたから、ああいう文字になりますよ。字が綺麗かったら、全て正しいかってそうじゃない。悲しい事件とか、綺麗な文章で書いてる人間。逆。その人精神的に何も思ってないのって。何も悲しくならないのって。そっちの方が大問題でしょって。皆さんそう思いませんでしょ。それでは、ちょっと、長くなりましたけども、この辺にしておきます。もう、この辺り、もう、なんとなくもう皆さんわかりますよね。何回も言ってきましたから。世界のギネス記録のヒットの安打数、イチローさんの51番、51本。ちょうどこれぐらいになります。以上です。